ちゃおはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春発行人小田義郎さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。小田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずこちらから。何としても勝ち抜かせてほしいの裏で岸田総理衆院選応援で違法集団買収。集団買収という強烈な言葉が見出しにあります。小田さん、これどういうことなんでしょう。問題とされているのは今回の選挙で当選した茨城6区の自民党の候補者国光文乃さんなんです。はい。彼女は初当選したのは2017年なんですけれども、その時には野党が一本化することはなかったんですが、はい、今回は野党が一本化したことで自民党の序盤調査でも立憲民主党の候補に 0.6 ポイントまで肉薄されていました。はい。ある意味ではピンチだったわけですけれども、この国光さんを何とかしたいということで岸田総理らがですね、応援演説に入ったわけですね。はい。でその会があってかどうか、国光さんは当選を果たしたという経緯があります。はい、そこに違法の集団買収があるということなんですか。そうですね。選挙戦中にですね、その自民党の有力支援団体が関係者にある案内状を送付していました。はい。でそこには岸田総理の応援ですの日時と場所が明記されていて、要は来てくださいということですね。はい、動員を頼むというようなことを、支援団体がやっていたと。その案内状を見ると国光文乃さんから、こんなような案内が来ていますと、はい、国光さんから頼まれていますという内容だったんですね。そしてさらに参加者、応援ですね、来てくれた人に対しては一人当たり日当5000円をお支払いさせていただきます、はい、というふうに記されていたんです。日当5000円を出すというのはですね、公職選挙法違反の疑いはかなり濃いですね。はい。選挙運動で金銭を支払うことができるのは事前に登録した、ウムイス嬢ですとか、例外的な一部の選挙運動員に限ると厳格に定められているんです。はい。今回のケースは例外的なものとは言えず、実際にもし5000円を受け取ったという人物がいれば、はい、有権者の買収の疑いが大変濃いものとなります。でその受け取った人というのはどういう人なんでしょう。はい。実際に取材をしていますと、茨城県の運送業者の従業員の人が遊説に参加した数日の現金書留で5000円をもらったというふうに証言しています。はい。記事中にはですね、実際にこの5000円の領収書の写真も掲載しました。そうですか。有権者の買収といえば記憶に新しいのが、河合克行、アンディ夫妻のですね、はい、有権者買収事件ですけれども、これはご存知のようにもう逮捕されているわけですね。国光さんの事務所は今回の件について全く承知をしていないというふうに回答しています。はい。つまり案内状には国光さんから来たというふうに書いてあったんですけれども、それを知らないとおっしゃってるんですね。はい。続いてはこちら。60分の同席悲しき家族葬、小室さんより眞子さんだ、秋篠宮の怒り。毎週のように話題に上る眞子さんと小室圭さんの2人ですが、小田さん、秋篠宮の怒りというのは何でしょう。今週の話題としてはですね、紀子さまのお父様でいらっしゃる川嶋辰彦さんが亡くなられまして、はい、秋篠宮家、それから小室さん、眞子さんご夫妻も家族葬に参加されるということになったわけですね。はい。その背景を探った記事ということになるんですけれども、世間では、小室圭さん自身の問題がかなり大きく取り沙汰されてきたんですけれども、秋篠宮さまは眞子さんに対してかなりお怒りの感情を抱いているようである。あ、そうなんですね。というふうに、はい、言っています。はい。で小室さんについては、あまり眼中にないと言いますか、はい、怒りの矛先はあくまで眞子さんに向いているという証言があります。川島さんというのは眞子さんにとってはおじいさんにあたるわけですけれども、はい、このご葬儀で、秋篠宮ご一家が小室さん、それから眞子さんご夫妻と同席したのはわずか60分でした、はい、でここにもお怒りが現れているのではないかと見られています。この時間にもですか。そうですね。紆余曲折ありました、結婚ではありましたけど、その親子の距離を離した決定的な原因、これは何だったんでしょう。はい、さまざまな経緯があったわけですけれども、決定が迫ったのは先月10月の結婚会見にあったと言われています。はい。その時の眞子さまの態度はですね、会見でこんなふうにおっしゃってました。はい。私のことを思い静かに心配させてくださった方々や
事実に基づかない情報に惑わされず、私と K さんを相変わらずに応援してくださった方々に感謝します。はい、もっともなことだと思うんですけど、考えていますと、ではそうじゃない方々には全く感謝しないんだというふうに受け取るのが自然ではあるかと思うんですね。国民を自らの応援団、応援してくれる人と非難する人々に分断するような物言いに聞こえてしまいました。こうなりますと、これはこれまでの皇室が重んじてきました国民と共に歩む、国民に寄り添うという気持ちが感じられないんじゃないかと言われても仕方がない面があると思います。これでは国民を無視しているに等しいということで、国民の納得と祝福を、秋篠宮様は求めてこられたわけですけれども、はい、それと真っ向から対立する内容になってしまったわけですね。秋篠宮家の立場もあるってことですね。そうですね、その秋篠宮様が当日発表するとコメントも大変波紋を呼びました。はい、皇室としては類例を見ない結婚というですね、はい、類例を見ないというのは伝統を重んじる、まさに類例を大切にしている皇室としては大変に、重い言葉であると思います。まるでこれでは眞子さんに代わってですね、秋篠宮様が国民に謝罪をしているんじゃないかと受け取ることもできるかもしれません。さらに佳子様ですけれども、はい、妹の佳子様はですね、コメントで今回の結婚に対してやはり多くの誹謗中傷があったということを綴られています。はい、大親王のお立場で当事者ではない佳子様が眞子さんの言い分を信じて、またこの誹謗中傷という強い言葉を使ってですね、はい、極めて異例な発言を行ったことになります。はい、そういうことなんですね。秋篠宮家のこの思いとは裏腹に国民との距離っていうのがこう深まってる、そんな発信とも受け取れますものね。そうですね、結婚会見というのは大変いい機会で、できればこう修復したいと思ってご覧になってた方も多いと思うんですけれども、はい、なんとなくそういう気分にならなかったという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。さあ続いてはこちら。寿司三昧は助成金不正三昧。北海道から鹿児島まで全国で寿司チェーンを展開する寿司三昧、この人気店にですね、助成金の不正が小田さんあったってことですか。皆さんご存知のように寿司三昧というと、丸いお顔された社長さんの笑顔がパッと浮かぶ店舗ですけれども、やはりコロナの影響というのはかなり大きかったようなんですね。はい、コロナ前の2019年9月の経常利益は44億円という数字だったんですけれども、はい、1年後、昨年の9月期になりますと、これが7億円、44億円から7億円に激減しました。去年の4月には、全店舗を1ヶ月臨時休業したりしたんですけれども、はい、その後、会社側は雇用調整助成金を利用して、従業員にお給料を支払ったりしていたんですね。しかし、職場ではおかしなことが起こり始めたそうなんです。寿司三昧といえばね、マグロの初競りの時に結構名前が出てくる、何億円で競り落としたのですね。そこでも打撃があった。で、職場ではおかしなことが起こり始めた。はい、そのおかしなことってのは何が起きたんですか。はい、従業員の方に取材をしたりしますと、一つは出退勤記録の改ざんということが行われ始めたようなんですね。はい、寿司三昧ではもともと業脈認証で管理されていた出退勤記録を急に手書きの日を作ってくれとかですね、はい、業脈認証の日を作ってくれとかですね、分けるように日が飛ぶようになってる、ね、それまではだからずっと業脈認証だったのが2つぐらいに分けるようになった。はい、給与明細には業脈認証、これは改ざんするのは非常に難しいと思うんですけれども、静脈認証で打刻した日数分だけが出社というふうに出ていると、残り手書きで出勤して手書きで、記録をつけていた日数分は欠勤になっているというんですね。はい、従業員が欠勤するとですね、その日数分の雇用調整助成金を会社は国からもらえるわけです。はい、なので実際には働いていた人を欠勤金日にすることで水増ししていたんじゃないかという疑いが持たれているわけですね。まだあります。まだあるんですか。今度は何ですか。はい、これはね、架空の研修というものですね。はい、ある従業員の方は店長から暇の時にこれを書いといてと1枚の紙を渡されたというんですけれども、これは行われていない研修の感想文だったそうなんですね。はい、会社側で用意した 5,6 種類の、前もって用意した感想文があったようなんですけども、はい、
それを一つ選んで手書きで写して署名と判子をして提出してくれと、これはどういうことかと言いますと、この雇用調整助成金の中でですね、休んでいる従業員が研修をするとですね、その分お金が上乗せになるんですね。おそらくそのための書類、証拠の書類として、まあ、作成されたんではないか、研修やっていないのにやっていたように見せかけていたんじゃないかということなんですけれども、今年の9月になりまして会社側からお金がなくなったんで残業代が出なくなりましたと通告があって、それ以降給料は基本給だけになり、大幅な減給になったそうなんですね。でこれはどうもこうした出退勤記録の改ざんですとか、あるいは架空の研修ということが問題になってきたからではないかと見られています。お金なくなったんで残業代出なくなりましたって会社は言ってるけれども、まあ、その裏で、あの手この手で結構この雇調金が発生してるってことなんですね。そうですね、これまではもういろいろな手を使って雇調金を得ていた、はい、しかしそれがなかなかうまくいかなくなってきたんではないかなと思いますね。あ、そうなんですね。複数の従業員の方がこの件については労働局に報告していて、今月調査が入るということを聞いています。調査が入るんですね、はい。まあ、寿司三昧というと60店舗近くあってね、従業員も1500人以上いるなんて聞いたことありますけれども、まあ、その従業員がその不正にこの雇調金を受給していたとなると、まあ、これ規模は大きいぞという感じがいたしますね。そうですね、専門家に聞きますと、はい、これは詐欺罪で刑事告発される可能性もあるということですね。はい、今朝紹介した記事について詳しいことは今日発売の週刊文春をお読みになってください。小田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今朝は週刊文春発行人小田芳郎さんに伺いました。以上ニュースピックアップでした。